はい、おはようございます。シャチくんでーす。よろしくお願いしまーす。では、ポケモン一匹縛りプレイ。今回は、この子。はい、ビリリ玉ね。ボールポケモン、ナンバー100。50センチ10キロ、重っ。いや、重くねえか、別に。そんな重くなかったわ。モンスターボールに似ているのは保護色のためだと言われるが、意外と簡単に自爆する。どういうこと？あんまり言われているがから繋がんなくない？意外と簡単に自爆すると。なるほどね。はい。これでねー、あれです。これでねーじゃないわ。ビリリ玉ねー、金銀だとさ、レベル9で嫌な音を覚えるっぽいんですけど、初代だと1レベルで覚えるんですよ。まあ、なんでね、技が体当たりしかないんですよね。これでたけしに勝てんのかってすげえ、最初から不安でいっぱいなんですが、まあとりあえず行きましょう。うん。まあ素早さはね、さすがの高さですよね。ビリリ玉の時点で15位って書いてあるけど、めちゃくちゃ速いね。球体なだけで速いとは到底思えないんだけど。パカ転がりゃ速いだろうけど。初代のマルマインは素早さ種族値1位ですよね。最速ドクドクが打てるとか、そういうことか。まあ、戦闘で使われてたのかな。まあ、どうしよっか。最悪17レベルでソニックブームを覚えるので、うん。まあ、そこまでレベルを上げればね、なんとかなるかなとは思ってるんですが、まあ、たけしはすんなり行きたいよね。てか、嫌な音ないと結構きついよね。これちょっと、8レベルになったら、強いな。金銀に送って嫌な音覚えさせていいですかね。いや、やば。うん。いや、本来は覚えているわけだからさ。使わしてほしいなって気持ちはあるよね、正直。ああ、嫌な音じゃない。糸を吐く一回で。あれなんだ、でも急所目。さすがの急所率ですね。すでに2回も急所を出している。とか、急所が高いんか。まあ、それだけだよね、望めるとこは。今回結構きついんじゃねえかなって思ってますけど。どうなるかな。暴発ね。あ、名前は自爆しちゃうらしいんで暴発にしましたけど。深い意味はないです。ダメージが、防御もあんま高くないからさ。あ、てか5レベルでこのキャタピーに来るのが悪いのか。まあ、レベル上げりゃいいんだけど、言うことをまたね、聞かなくなっちゃうっていうのもあるからね。そこがしんどいですよね。どうしたらいいんだ。よいしょ。ナイス！もう一回使わなきゃいけないと思ったけど、いけそう。いけそう！これを、たけしでも見せてください。はい、6レベル。防御やっぱ低いな、ちょっと。攻撃の方がやばいけど。君は強いな、だって。ありがとう。はい。そしたら、たけし行こうか。はい。ということで、たけし戦行きましょう。でね、ちょっとレベル9まで上げてきて、ごめんなさい。金銀でね、やっぱ9にして、嫌な音は覚えさせました。はい。許して！絶対にビリリ玉の体当たりだけじゃ、たけしは倒せない。しかも結局さ、いや、そう、まあ、言い訳っぽくなるんですが、どの道17に上げてさ、ソニックブームで倒してる方が、しょぼいじゃん。だから許してね。初代だったら本来覚えるんだから。いや、ちょっとダメージでかいな。嫌な音、体当たり6ね。また、でも、石粒手が急所出したら負けるゲーが始まるのか。回復しとく？まあ、あともう一個懸念しているのは、嫌な音を3回やったからといってどれぐらいダメージを与えるんだっていう。あ、いや、待って。酔わない。2？ あれ、もしかして。2ダメ？ 2 ダメか。ちょっと渋いけど体当たり外してくれるラッキー。
もう体当たり外しまくれ。体当たり7ね。6にしてほしいな。急所はいらん。そう、急所当てるとダメージが下がるというね。せっかく急所当たりやすいのに、クソみたいな状態。これでイワークには勝てるんかな。イワークに嫌な音されたらどんぐらいダメージ受けるか分かったもんじゃねえわ。はい、まあこれ続けるだけなんでね。体当たりを外れるのを祈りながら、そしてこっちの体当たりはね、当たることを祈りながら黙々と。おい、これをやっちゃうと勝てないんだって。体当たりさんさ、頼むよ。はいはい。うわー、急所いらんって。急所いらないのよ、厳しい。あー、もう、いやー、ひどいな、ひどいぞ。傷薬があと8個しかない。傷薬8個で弱くて勝てたっけ。いや、なんか久しぶりだ、初代でこんな、なんか久しぶりだな。なんか前回プリンだったっけ、あんま苦戦しなかったから、あれか。嫌な音持ってるタイプのポケモンでこんなに最初苦戦すんの初めて見た。はい、やりました。そして10レベル。いいね。ああ、素早さ異常に高いね。攻撃低いな、やっぱ。で、ワーク。はい。素早さ勝つんだ。この段階でワークより早いの久しぶりに見たな。サンダース以来かもしれん。ケンタロスとかも早かったっけ、さすがに覚えてないけど。しかも嫌な音を避けていく。これは大チャンスだぞ。ナイス。いや、まあ、ナイスか。ナイスか。3発あれだね。まあ、できれば最初に我慢してね。その間に嫌な音の方がありがたかったけど。これは2打目かな。いい4だ。8打目受ける。あ ?8 受けだね。やめて、うーくそー、やめてほしい、マジで。締めつけるだけは本当にやめてほしい。優勝いらんって。ナイス、我慢。でも我慢の時どうする。嫌な音やって、ダメージ減らすとかもあるけど、やっぱ攻めるしかないな、これは。結局、にしろ、12、3回当てて12ダメでも、体当たりとかより受けないもんね、多分。体当たりもまだ14受けない。嫌な音一発食らったぐらいでは。わからんな。オッケー、ナイス、我慢。我慢ばっかりしてくれる。こっちは暴発しちゃうのに。急所。いい。そうそう、体当たり足りんのか、これ。急所。大丈夫そう?はい。我慢解かれる。8ダメ?あ、で、あー、良くない、締め付けるわ。嫌な音何回食らってるっけ ?4 ダメか。4ダメか。思ったより受けなかった。もっと劇的なダメージを受けるかと思ってたんでね。危ない。あー、でも長いなー。どうする?回復するか。傷薬はあと4個です。マサラタウンをね、出るときに握りしめた3000円全部使っちゃったんで。体当たりどんぐらい受けんの?うわ、9ダメ。9ダメか。急所いらんて。うわー、そう、やめてくれ。単数で8の時もあるけど嫌な音、我慢してくんないとまずい、マジで。マジでまずい。我慢してください。急所いらないって、だからまずいって。まずいんだって、それは。あと8発で倒せんのか、外したら負けんじゃねえのか、これ。あー、何受けんの、これ。うわ、17。やば。我慢。8? やばーい。8もやばいし、いや、どうする、これ。どうしたらいいんだ。我慢してくんなきゃ負けか。あー、ひどい。締めつける連打はひどいよ。いや、つまんない。あー、もうやるしかない、これは。体当たり以外を祈るしかない。あー、なるほど。まだわかんない。あ、急所か。はい、傷薬は使い果たしたと。これやばいよ、マジで。終われ!よし!はい!よし!まだあるぞ!まだあるぞ!嫌な音!よし!いや、いけんじゃない ?2 発で落とせる?いや、微妙だ!我慢してくれ!お、嫌な音を連打してくれる。倒せ?あやめてー!危ない!締め付けるだと引ける!はい、おい!やりました!あぶねー。
危なかった、素早さも30。いやー、傷薬ゼロか。やだな、ここで傷薬ゼロパターン。結構やだ。はい、長い長い。なるほどね。どうかな、これ大丈夫かな。ソニックブーム結構さ、多分2発で霞とかも落とせると思うんだよね。17になればまあまあ無双すると思うんだけど。はい、じゃあ3番道路行こうかね。まあ、早速言うこと聞かねえからどうしようかな。この火力で言うこと聞かないって結構だるいな。まあさっさと17レベルになってほしい以外にもうすることがない。はい、じゃあ行きましょうか。あとこいつ、そっか、言うこと聞かないで自爆とかされたらやばいな。これ強制的に我慢覚えなきゃいけなくなりそう。22で自爆覚えちゃうんだけどさ、そしたらもうここにソニックブームと自爆だもんね。技的にはダメじゃんこいつ。ダメだね。命令無視して自爆ってなっちゃうもんね。危な、のしかかりも覚えないから我慢を覚えさすしかなくなった。なるほど、ちょっと使いづらいな、やっぱ。てか技の覚えなさが結構過去1レベルな気がする。まあ、メタモンとかコイキングは置いといてね、さすがに。なんかな、それがきついな。やっぱ技の種類ないやつってもうゴリ押すしかないからね。タッツーと似てるか、そう考えると。まあ能力値は全然似てないけど、いいから攻撃してほしいな。嫌な音ばっかだな。最初にやってほしかったな、それは。でも相手も糸を吐くだから助かる。 OK、 やるでしょう。はい、 OK、 言うことまあまあ聞いてくれんね。でビードル、はい。あと急所を出してくれればいいから、嫌な音入りをする気にならんな。はい、急所出せよ。ほら、あ、出さない。出さないであれなんだ。なんか思ったよりダメージあんな。じゃあ。毒ね。どうしようかな。まあ、ここはもう、頑張るか。無理だったら、だから毒で1しか受けないんだ。まあね。長いな。はい、言うこと聞かない。はい、あ、OK。 どうしよっか。いやでもワンチャン倒すな、12だし。素早さどんどん上がるね。3も上がった。 HP より素早さの方が高いっていうね。もういっか、使うか。よし、数少ないアイテムを使い、このまま勝ちに行きましょう。こんなところでね、手間取ってる場合じゃないんで、こっちは。OK、いいよ。なんか言うこと聞くな。あ、そんで急所連打。さすが。すごい！あと目つきが悪い。いいね。次が問題だけどな。はい、ということで回復してきました。強敵ね。行きましょうか。こいつ嫌なんだよな、ほんと。短パン動きやすくていいぜ、お前も履けば。短パン強制してくんのも嫌い。ふふは。長ズボン派です。でも短パンの人って結構いるよね。なんか急に、ここ数年で急に増えた気がする。気のせい。ナイス。相手は体当たりがいいな。よし、あ、必殺前はないか。はい、電光石火はある。これちょっと傷薬の量的に勝てない気がするんだけど、まあいいけど。尻尾振れじゃん。よし、でも攻撃するしかない。いや、勝てない。勝てないぞ。やれ。あら、勝てないかもしんない、これ。はい、まずいね。これは、まずいんだよな。ここで傷薬がなくなって、しちゃうとね、これが現象、これがこの現象金だよな。この短パン小僧が強敵なのよ。傷薬3個しかないんで。おい、あ、わけもわからずって。こっちのがわけわかんないよ。無理だな。
あーまだわかんない、まだわかんない、まだわかんない。あーまだわかんない。尻尾を振る肩あたり外れろ。オーケーオーケー。ああ終わった。はい、いやでもいけそうだけどな、いけそうだな。頑張りましょう。ほい、では行きましょうかね。後発ちゃん、いやもう急所狙い体当たりを最初から連打っていうのもあり。ほい、はい、何も起きないね。おいボコボコだ。まだわかんない、まだあるよ。もうないかな。いやでも毒になればいいのか。毒消しあったっけ。いや毒消しねえんだよな。無理？急所。ほら急所。お、ある？絶対無理じゃん。レベルだけもらおうよ。あー深く。あ、すごいチャンスをもらっている。倒してと言ってるようなもん。あ、オッケー、やった。でも絶対無理だな。相手がずっと睨みつけるなら勝てるぞ。ワンチャンあるぞ。後発。はい。そうよね。ちょっと辛くなりそう。はい。じゃあ行きましょうかね。パンパン小僧。頼むて。頼むては暴発の方だけどな。オッケー。嫌な音一発でワンチャンに発まで行ったよね。おい、なえるわ。オッケー。オッケーだよ。あ、あーバカだね。こいつはバカだ。あーもうひどい、ひどいよ。ムカつくわ。はい、帰ってきたな。久しぶりにこんな負けんな。いつもなんとなく勝ってんだけどな。言うこと聞けばね、簡単なのにね。おいおい、つまんないよ、当たんないの。あー喋んのもバカバカしくなってきたな。あーまあね、あるあるの。まだ相手尻尾を振る以外は無理だよ。おー逃れている。あーつまんない、あーつまんないの出てきたな。はい行きましょう。なかなかうまくいかんな。こんなとこで時間かかんのやだな。普通にせめてさ、もらっただけでも倒してさ、ソニックブーム覚えれれば全然いいんだけど、こういう兆しも見えない。はい、防御下げる、一歩振る、怠ける、11ダメージ受ける、負けじゃん。まだわかんないよ。こらっただけでも倒せって。レベル上げないと。いやーマジでつまんねえこいつ、どうしよう。はい、いやーちょっとなんかあんま勝てる空気感じないからつまんないんだよ。うん、大爆発縛りプレイやってた時あんなに楽しかったのにな。ビリリ玉使うの、うん、今はあんまり楽しくない。12、うん、しばらく無言でやろっかな。もうこれ無理だな多分。でもこれ2発もらってたらアーボに勝てないもんね。はい、ダイジェストで。やれー、あー、はい、いけ、はい、あー急所ね、あるぞー。
よーし、やってくれ、頼む。みんな聞いて、40分ぐらいかかった、多分35分ぐらいか。あー疲れたー、一回やめよう。そしてビリリ玉は力尽きました。はい、ちょっと休憩してきました。しんどかった、しんどかったよ。アニメーションしばらく飛ばしますね、もう。うん、これちょっと弱いな、ビリリ玉。これこっち勝てねえか、下のトランセルとかに急所出るの祈ってた方がまだマシな気もしてきた。言うこと聞かないからね、何せ。この確率を知りたい、ほんと。言うこと聞かない。ああ急所か、余計なことするんだよな、そんで。はい、あ、やるんだ、やれるんだね。あ、14レベル、よし。そうか、あと3レベル上がれば幸せになれる、俺も。そう、我慢しよう。いや角でつく無理か、いや強すぎ。頼む、虫のがいいかな。はい、じゃあ虫捕り少年にね、しましょうか。うん、まあ、トランセルとコクーンも別に急所出ればいいだけなんで、ビードルで毒になんなきゃ勝てる、ただそれだけ。よくない、よくないよ。 OK、 糸吐いてくれ、マジで、マジで頼む、やめて、やめてね。よし、 OK、 いいじゃん。やった、え、これは勝てそうだよ、多分勝てると思うんだが。コクーンかわいい、コクーン縛りはどうでしたか、皆さん楽しい。あ、でもどうだろう、これ同時にもしかしたら出してるかもな。あ、ちょっとコクーンが思ったより長くなっちゃったからね、まあ、どっちかわかんないんですが、まあ、とりあえずコクーン縛りは出しているのは間違いないね。大丈夫かな、あれ不評だったらやだな、結構おもろかったんだけどな、俺は。やってる側からしたらね。君のコクーンは宿り木の種とか使えないの、硬くなると糸を吐くばっかで。俺は小さくなるも覚えてるよ、俺のコクーンは。急所も出てくれて、体当たりを出せばいいだけ。オッケー、ナイス。あ、まだか、硬くなるね。いいから攻撃してくれ、攻撃してくれ、飛ばすか。このコクーンが倒し終わったらもう虫捕り少年は終わってます。はいはい、ということでね、キャタピーとトランセルも普通に倒しました。はい、じゃあね、こいつ倒してようやくお月見山か、長かったな、ほんと。ハンパン小僧のせいでの、ほんとやる気そがれたわ。言うこと聞かないで進められないのがほんと一番さ、だるいのよ。だからシンプルにつまんなくて、なんか別に工夫すれば勝てるとかじゃないからさ、ただただ連打するだけだからね。はい、言うこと聞かんのか、急に聞くな。パンパン小僧の時もこれやってくれればすぐ勝ったんだけどな。で、トランセルね、まあ、これはもう急所待ちです。急所が出ればすぐ勝てる、出なければ時間が、命令めっちゃ聞くんですけど、ありがた。あー、飛ばしますね。ほい、やりました。あー、最後急所、ありがとう。よーし、あと、あー、これ不思議な飴使ってでも17にした方が早そうですね。ソニックブームあれば、まあまあいけると思うんだよな。あー。あー、なんで、あ、でもとりあえずちょっと今のままでは絶対にね、アイテム不足で勝てないんで、月見山でアイテムを拾い、アイテムを売り、見かけのとこか、行きたいと思います。では、行きましょう。はい。はい、ということでね、途中1レベル上がって、不思議な飴をさらに使い、17レベルにもうしちゃいました。はい。で、ソニックブームね、覚えさせてるんで、
やってやりましょう。お、やった。どんぐらい？あー、半分ね。強いじゃん。あー、半分ねって言ったけど、この段階でこの威力やばいぞ。やってやれ。そして命令をなんかめっちゃ聞いてくれたね。まさかの、こっから無双が始まる？全然ありえるよね。なんだ、ソニックブームバーじゃない、ソニックブームだと言うこと聞くのか、お前。イエイ！体当たりで十分ってこと？あ、全然じゃん。なんやねん。相手目つき悪いな、なんか。ドラゴンボールと同じ眉毛の作りしてるな、ビリリ玉。あれに髪生やしたらさ、スーパーサイヤ人3じゃね？悟空の。似てるだ、多分。サイヤ人にも擬態しているのかな。え、なんかめっちゃ余裕なんだけど。ソニックブーム強すぎる。まあ、固定ダメージ技ね。今までなかったか、固定ダメージ技って。使ったことあんまないよね。地球投げちょっと使ったぐらいかな。あ、ちょっと調子乗ってたら HP がやばいことになってきた。危ない。はい。まあ、マックスアップ売ってるんで、傷薬もね、結構豊潤にあります。あ、豊満にあります。で、体当たり、うん。命令急に効かなくなったね、ドガースさんの時に。一番効いてほしいんだけど、オッケー！強すぎる。でもこんな強すぎるって言うけどさ、もうマチスぐらいからあんま使い物にならなそうだよね。アウチ。うん、だってたった20ダメージだもんね。冷静に考えるとクソ弱いけどな。でもこれが主力の技にならなきゃいけないぐらい技がない。序盤に覚える技マジでないよ。マチス倒せば10万ボルトあるからいいけど、てかこの電気ポケモン自力で電気技覚えないんだけど。なんかバルマイン覚えんのか。はい、じゃあロケット団ね、行きましょうか。まあ余裕だと思うんだけどね。ソニックブームさえ出してくれれば行きましょう。はい、嫌な音ね。あ、アニメーション復活させました。あー、よくない、よくないな。あ、これなんか余裕こいてるけど、ニャースやばいよね、普通に。毒針で毒にしといてほしいな、睨みつけられているのであれば。ナイス、思ったより与える。2発はやばいよ。2発の睨みつけらもう結構やばい。よし、毒になってもいい、ここで。ナイス、これはあり。よし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 、いいです。逆にいい、これは。なんでかっていうと、レノを見てくれてる方は分かってると思いますが、ここで毒消しを使えば防御が戻る。はい、そしてさらにいいことは、あー危な、ニャースが鳴き声をしてきたところでソニックブームがあると。そうなんですよ、固定技があるんで何も怖くない。あ、ちょっと待って。ちょっと、急所多いって。急所が、わー、ほらね、鳴き声。でも関係ない。そう、これがある。このよくわかんない技。ソニックブームっていうね。何をしているのかもよくわからない技。固定ダメージ20の技ってさ、なんで作ったんだろうね。使いどころなくない？ソニックブームって他に誰が使うの？もしかして、ビリリ玉しか覚えない、初代って。使ってんの見たことない気がするんだけど。あと、あれか。ホイルか。ホイルとかマジで使わなくない？だって。レベル高い状態でしか手に入んないもんね。はい。普通に勝った。やったぜ。強い。ソニックブーム強いな、序盤。これはエリカ戦まで使う羽目になるんじゃないか、この技を。霞まで行っちゃいましょう。はい。じゃあ、霞戦もね、行きましょうか。いやー、でも、ま、ソニックブームが強すぎて、ぬるゲーになったな、一気に。短パン小僧がラスボスだった可能性がある。うん、あいつマジで腹立ったもんだって。切れちゃったな、久しぶりに。あ、かわいい、エロ。いい唇。では、あー、怠けてるね。まあ、結局怠けちゃうからな。オッケー。どういうことなんだろうね、この技。風が起きてんのかな。ソニックブームってあれか。あ、あれだよね、なんか。音速の時に出るなんか、あれか。なんかあったよ。
なんかで聞いたことある気はする。ああ、超音波ね。関係ない。こっちにはソニックブームがあるから。ソニックブームって名前がもう中二病すぎておもろいんだけどね。ああ、ちょっと。ダメージやばいんだが。関係ない。はい。関係ありましたね。ああ。はい。ソニックブーム2発で倒せない敵はちょっと辛いな。カーミーも4発ぐらいかかりそうだね。そう考えるとちょっときつくなる可能性は否めないな。この土佐キットがさ、つつく今一つなのがでかいよね。電気タイプあんま使ってこなかったからか。なんかここの土佐キットがすごい余裕なのって久しぶりだな。あんま記憶にない。あれ？あれ？ソニックブームって命中100じゃねえんだ。まあ100で外したのかわからんけど。20固定ダメージごときで命中低いの。命中低いかわかんないけど、外すレベルなんだ。それは弱い技だね。よし。もう決めていいよ、普通に。いい、土佐金土線は別に引っ張る必要ない。よし、オッケー。ソニックブームをやるだけのゲーム。初めて使ったかも俺、ソニックブームといえば。はい、そしたら回復してきたんで霞戦行きましょうか。ソニックブームってマジでさ、使う機会なくない？いや、わかんない。新しいポケモンだと早めに覚えたら使うか。初代とか金銀でさ、まあ、金銀でわざわざ卵を移して5レベから始めるっていう行為をしないと使わないよね、おそらく。思ったより受けないんですね。全然受けないじゃん、余裕じゃん。じゃあ11しか受けんの。これは余裕です。いや待って、言うこと聞かない。ああ、このソニックブームが3分の1以上与えればすごい嬉しい。ああ半分、マジで。1回でやっちゃう、これ1回でいっちゃおうか。水鉄砲ね、バブルも耐えるよね多分。あーっと、ちょっと思ったより早くやった。1残るかな。あ、残る。1回で終わらしちゃいましょう。はい。で、今更だけど地面タイプどうやって打破するんだろうっていうことに気づいた。地面タイプ打破できなくないこいつ。うん。結局 HP めっちゃ減った状態からになっちゃったし。いや、てかこれだったら我慢覚えさせた方がいいよね、多分。こんなに耐えるなら。ミスったの。ディフェンダー使ってくる、ソニックブーム当てる、硬くなるする。あー、無理かな、耐えない。あー、さすがに無理ね。我慢ですね、これは。はい。はい、ということでね、我慢覚えさせて、あと、アイテムも打って、傷薬も、何個だ15、6個あります。これでいけるでしょう。トデマンはソニックブームでいいんだけど、わあ、まあまあまあ、ソニックブーム、ソニックブーム体当たりで倒そうかな。あー、ディフェンダー早いな、ちょっと今じゃない、言うこと聞かないな。いや、このヒトデマンを結構スムーズに倒せないとやれないな、やれないよ、それではやれないよ。体当たり頻度低いんだよな、なんか。おう。全然ダメだったな。はい、行きましょう。はい、行くよ。やれよ。じゃあ初手我慢でもいいな。結局ソニックブーム3発かかるんだったら我慢でもいい。オッケー、ナイス。水鉄砲を、いける。急所ナイス。ディフェンダーオッケー。これも読んでた。そして回復。体当たりオッケー。完璧な流れ。解放。ああ、しない。でも体当たりならいい。解放。よし。やれ。やるだろ。さすがにね。これ結構完璧じゃない？んで、スターミーでしょ？我慢。ああ、オッケー、ナイス。先生、あ、そっか、されんのか。そりゃそうだよね。水鉄砲は大丈夫だったよね。ああ、言うこと聞かん。ナイス、硬くなる。
よし、あるんじゃねえか。固くなれ、オッケー、固くなってくれます。やろ、もう。よし、水鉄砲。よしはダメよ。あー、バブルはダメだってばー。耐えないかな。39、あ、耐える。31ダメ。連続でやられなきゃいけんのか。あ、それがもう固くなるを祈って攻撃するか。あー、終わったかな。無理か。あー、無理だね。なるほど、これはしんどそう。はい、ということでいきましょうかね。まあもう急所出ないこととかバブル出されないことを祈るしかすることがないですね。まあ、あと一番大事なのは命令を聞かせること、そういうことです。イベントやめろよ。よし、オッケー。とりあえずオッケー。もう一発。あー、ディフェンダーかー。いや、もうやるしかないか。これ良くないな。あー、よかった。よし、体当たり待ちして解放。倒すんじゃね、なんなら。水鉄砲2発分だよね。あ、オッケー、最高。レベル上がる？上がる。これ以上ないぞ、これは。素晴らしいタイミング。いやー、どうする？我慢だよな。我慢してくれ、本当に。お願い！素早さはまだ勝てない。ダメージは、あー、終わったー。あー、したー。そっかー。硬くなるか、ディフェンダーお願い。ナイス、ディフェンダー。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。硬くなれ。または体当たり。あー、水鉄砲、9大点。9大点です。よーし！ナイスすぎる！急所か、まだいい。あ、硬くなる、オッケー。あー、待ってくれ、体当たりじゃダメだ。あ、でも急所ナイス。あ、解かれちゃった、もう。マジか。あーん。硬くなる。いやー、じゃあもうソニックブームで倒せ。ソニックブームで倒すしかない。急所やめろよ。あー、じゃあ体当たりでも良くなった、これで。ギリギリの戦い。バブル光線をされてない、なんか。よし、危ない。ドキドキするとか、先制取れないのか。そういえば急所はやばいよ。よし、やるんじゃないの、やるんじゃないの。はい、どうしよう。体当たりね、回復しときましょう。水鉄砲ね、オッケーオッケー。いや、どうだ、微妙だな。よし、チャンス到来。よし、急所でも耐えるでしょ。お願い。あー、よし、来ました、チャンス到来。お願いします。あー、急所で負ける、急所で負けるぞ。耐えてくれ。はい、オッケー、やれ。あー、ほー、はい、チャンス到来。傷薬なくなる。はい。いやー、待って、36耐えないっけ。無理、微妙、耐えるよね、ちょっと。ストップ。あー、不思議な雨打ってきまーす。はい、はい、惜しかったなー、さっき。これ負けるとやばいなー、ここで。いよいよ傷薬がなくなってしまうね。あ、でもあれか、金の玉取りに行けばまあいけるか。おー、ナイス、いきなりやってくれたー。まあそういう時に限って勝つのがね、俺です。ほら、来た、水鉄砲。あー、もう一発食らってもいいんだよ。オッケー、完璧のタイミング。ああ、まあまあまあ、体当たり待ってもいいけどな。体当たり待つか。よし、来ました。で、解放。やる。やるよね。ああ、あれ？ちょっと想像と違うね。よし、でも、はい。見事なカバーリング。完璧です。で、このスターミーね。頼むよ。あ、オッケー、体当たり、偉い。オッケー、マジか。ディフェンダー待つ。あー、これはきびいよ。あ、オッケー。よし、オッケー。いや、どうする、もうかけるか。行きましょう。はい、水鉄砲一発。急所やめろよ。よし。まだディフェンダー使われてないんですよね。よし、硬くなる、きた。でもまだディフェンダー使われてない。あー、なるほど。え、これ解放すればいけるんじゃねえ、でも。お、いけるんじゃないの？お願いします。オッケー、やりましたー。やってやったぜ。ギリギリの自爆を覚えたい。いらないです、そんな技。命令を無視して自爆したって、でもちょっと見たかったけどな。
うん、それに苦しめられそうだけどね。いやー、まあ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 、てか思ったよりバブル光線ダメージもらわなかったのが助かったな。読者はまあちょっと高いんか、わからんけど。はい、まあそんな感じでね、今回はこの辺りで終わろうと思います。ビリリ玉バージョンね、よろしくお願いします。はい、いつもご視聴ありがとうございます。コメント高評価も本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。